はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングです。はい、というわけで、ね、本日もね、スプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。うん。くら寿司に行ったんですよ。まあ、回転寿司のね。うん。知ってます?くら寿司。まあ、100円のお手頃でね、まあ、美味しいお寿司屋さんです、ね。いろんなネタがあるんで、ね。はい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 、うん。だから今日はね。うん。そう。ん?いや、だからくら寿司に行ったから、うん。これだよね。うん、全然意味わからん。どういうこと?何?え?ね、どういうこと?寿司コラ。うん、コラ寿司。なんで寿司コラ。寿司コラ、はい。コラ寿司。いやいや、コラ寿司じゃない。クラ寿司。いや、違う。ならない。真逆になってるし。やばいからな、お前言っとくけど、これ。一本取られたんじゃないか?取られてない。何にも取られてないよ。やばいぞ、それ、おい。何が?芸人としてとかじゃなくてやばいからな、もう、それ。同級生とかでも俺怒るから、それ。高校とかで。よかった、芸人で。芸人だと思ってやばいよ。はい、寿司コラ。うん。なんか寿司シリーズを使ってるの俺見たことないんだ、お前が。そう。見せたことがない。うん、そうそう、だから結構びっくりです、これ今。まあ、言ってもそんな塗ってもない。あ、そうなんだ。おぉ、ほんとだ。うん、3万。3万だ、ね。で、おいいね。またいいギアを使って。はい。じゃあこれで、寿司ここだから。お、ここなんで、うん、まあ、防御を埋めて。防御で、ちょっと今日は行ってわかりました。行ってみようかな。うん、自分で言ったギャグで、お前自分がダメージ食らってるからね、今。行きましょうか、じゃあ。はい。さあ、ホッケフト、久々のね、ホコのホッケ。なかなかね。あんま見ないよね。ギャグラも来ないし。エリアばっかだね。だねー。まあでもエリアは面白いよね、ここ、ホッケは。ここのエリアは、うん、面白いとは思うね。さあ、おー、すごい。キル取るつもりでしかないじゃん、お前ら。8人とも、全員キル武器だよ。ほんと?まあでも、その寿司がキルだけじゃないってのは、この前俺聞いて。うん。って、びっくりしたの。だってほら、濡れるじゃん。意外と、あーあーやっぱり、手だりには勝てないか。手だりには勝てないね。うん。お、すげえ。スタートダッシュ。なるほどね。もうグーッと来たわけだ。刺さってんじゃん、スタートダッシュ。ねえ、しっかりと。さあ、進みますね、危ない。15! なかなか近いよ、15は。登らないと勝てない。なんかめっちゃ、カモンカモン連打してるやついる。なんだ?ああ、ストーウェイ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 言ってる?うん。なんだろう。俺を守れってことかな。もうわかんない。持ってくから、って。もうめっちゃカモンカモン言ってる。もう早く来いよ、って。うん。さあ、でも確かにここ落とすとこないからもう持っていくしかないもんね。さあ、おー、いいですね。3落ち、3落ち、いいですね。ナイス大、ナイス大王がいたね。ナイス大王が。さあ、進んじゃう。30にオープン。まあでもここはね、そう簡単に返せるもんでもないし、割っちまえばこっちのもスパショで牽制、そして道も作る。いいねー、いいですよ、6。さあ、それ。いいね、疑問に持たない。あ、バレて。え?あ、飛んだ。ね、おぉ、いいね。全然飛んなかったね。揃えてなかったね。えいよ。さあ、あ、いいね。あ、いいよ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 。なんだ、この人。なんだ、この、リスキルとも言えない、なんか。さあ、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 さあ。イェーイ。来たね。ペペペと。さあ、いい感じ。割っちゃ割っちゃ。あー、シールドのせいで割れないのか。さあ、味方が一緒に、わー、まあね。さあ、まあでも6。これはね、相手もね、びっくりしただろうね。せっかく15取ったのに。よし。さあ、しかも前に進めずにいる。どこにいる？こっちか。お、しかも防いだ。いいよ。熱いよ、これ。怖いね。細い路地は怖いね。取るね、トルネ飛んできて、ベベ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 っと、いい、あー、惜しい、あと一発、また一発だったな。うん、意外とやっぱね、エイムという部分になるといいですよ。さあ、使っちゃいましたね。そのまま生かしてほしい。あー、持ってきちゃってる。そこまで持ってこられちゃってるので、実は後ろにいたんですよ。うわー、あー、うちか。防御積んでないのか、意外ときついね。さあ、スタートラッシュとイカ速って重複するの？するけど、スタートダッシュ何個分だっけかな、メイン。あ、そう、メイン3つ分ぐらいつくから、あんまり、あ、じゃあそのどんどん弱くなっちゃってるわけか、そのスタートダッシュの効果があんまり、うん、さあ、いいね。塗られて前に進めなくなっちゃうだけでも相当強い。さあ、さあ、多いね、このね、うん、
この吸盤がさすげえ範囲広いんだけどさ、うんうんうん、ダメージのはいはいはい、はい、これ入れるとさ二角になるのよ。だから吸盤を巻いといて、そう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 、それで死にかけたやつをペペッと倒すと、そうそれがねたまらないのよね。たまらないんかい、強いとかじゃなくて。いや強いの強いのたまらなく強いよね。たまらなく強いんだけど。いやいいですね。いやそのボムと、ああ、まあ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 、それそれそれやった。さあ、でも相手もねこれ進みや、ああでも3落ち、3まずいよ。3落ち、これ俺が守んないといけないところだね。ここの塗りを取られたらめんどくさいことになるよ。いやー、うわー、たまたまかな。いやわからないよ。たまたまだとは思うけどな。こっち側にいるかもって言ったら、まあ塗る。さあまずいですね。打っただろうけど、あと1分か、短いぞ。6ってね、もうほんとノックアウトよ。登りかけてるってことでしょ、6ってことは、うん、もうえっ、危ない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 。さあどうにかしたいところ。これは怖いですよ。あんまり無理はね、でも40秒だからね、かくまうわけにはいかない。全然大丈夫よ。さあ前に進んじゃいましょう。前に逆に進んでも前の方に置いといちゃえば。怖いね、どこにいるか分からん。おいだ。いやキルタイム。いややっぱ三角でこの電車力はやっぱねえな、ねえわ、それはやっぱり。おお、いや強い強い、これこれはね強いっす。武器力が明らかに強いっす。武器パワーがやばいと、やっぱり、うん、その動きうんぬんもそうだけど、スパショでのねそういうやんちゃもするし強い。ああ強すぎる。これなくした方がいいな、このゲームから。なんでで、でもやっぱさ、でもいないことないもんね、奥田かスシコラがいない試合ってあんま見ないもん、うん、まあ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 ないね。まあまあないね。何まあまあって言葉出なかったから。さあいいですよ、いいスタートを切りましたね。うん、あんま使ってないわけでしょ、それでなお。そうだね、要するに若葉と全然使ってねえのにさ、やば、取れちゃうもんね。ここも持ってないしね、うん、すごいな、楽しいこれ。いやもうもっとちょっとそりゃみんな使うわ、伝えて伝えて面白さを。そりゃみんな使いますよこれ。しかも最初の方に手に入るしね。うん、うん、さあまあなんかもうでも安定感がやっぱある。 俺のイメージではその無敵とかがないわけじゃん、うん、守りがないわけじゃん、うん、あんまり。だからやっぱきついのかなって、俺とかが使ったら難しいんだろうなっていう。なるほど、エイムがない俺とかねっていう思うんだけど。さあ、おお、なんかビッターがいるのか。一応プライムとラピブラがいるから、まあでも心もとないというかあれだけど。左なし、ほんと。あ、そう、ほんとだ、相手みんなまっすぐ。いいね、散ってるね、ミカ。おおお、ありがとう。すごっ、何ありがとうって。まあ初手センターか上見るよな。なるほどね、ビッターは。ってことは右が刺さると。刺さってる、刺さりそう。俺はね、も持ってね、早めに持って左にもう行っちゃっていいと思うんだよね。ああ、いないし、何回死んでもいいか、うん、もうこれすぐ進むやつ。なるほどね、わーって行っちゃう。あ、今来たね。あー、来ちゃった。なるほどね、ビッターが見てっからいいやってなった。おお、ありがとう、よかった今のはね。いいや、いいや、これね、ニシちゃんね、持っちゃう、持っちゃいます。持ち主？カモン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 。持ち主いっちゃう。ガチモコ持ち主。さあ、歩いちゃい歩いちゃい。歩いちゃい。それ取れる？なんかいる。なんだ？どこに？遠くから。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。それ超怒られるやつ。ごめんごめん。いやいやいや。何言ってミスたら今。ああまあお前、ああ。これなかったらノックアウトしたかもね。してたね今。うわちょっとごめんなさいです。うわってなってるこれ。どうしようあいつ。これこのまま行くんじゃない？うん、ああすげえ。申し訳ない申し訳ない。誰に？いやだから一緒にプレイしてる人。だよね。あ、これを見てねって、うん、これを見てみんな謝罪を受けてって。いやよかったね今、戦略もナイス。なもうあのまあミスはまあミスだけど。やっぱね、初手ね、左、まあ、自分から見て右、うん、誰も行かないのはね、ダメ。まあ、もったいない。絶対ダメ。塗らないと、あそこが一番進みやすいわけでしょ、要するに。初手全滅したら終わるから、一人行ってない時点で。はい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 、なるほど。まあ、やっぱ最初割られるのは、きついけど。まあ、確かにね。だから、一人行ったら3人しかいないわけじゃん、中央の方で。まあ、ババってみんなで。まあ、4人来たら割られちゃうけども、それにしてもやっぱり。それにしてもやっぱね、行ってないのはちょっと塞いでおかないと。うん、なるほどね。
吸盤に関してはだってあのあれだもんね、スローラーで乾燥してるから吸盤の扱いも慣れてるわけだもんね、うん、まあでもあれか、あとシャトマンも使ってるし、まあ、また違うと思うよ使い方が、まあ武器が違うから、うん、そうかそうか。さあホッケ多いですね。まあホッケはあんまり見ないから、おわさび、さあわさびもなかなかやっぱ強いと言われている。わさびは強いんじゃない、うん、スプラッシュボムが強いからな。まあ、スプラッシュボムと確かにね、メインが三角のこの連射力ってなったらね、うわ濡れるね。なるほど。さあもうあれで相手前に行くか後ろに下がるかしかないもんな。そう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 、吸盤置かれた時点で吸盤がね破壊可能とかあるから、これがねくんだよね。結構ねくっつき判定でかいね意外と吸盤くんは。さあ、あーやばい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 、ただあんま割るのには適してない。そんなことない、そんなことない。本当、なんかやっぱなあ、おお味方が今ぶつかったね。おおまあまあまあ、おー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 おお、いいですね。なんかいるっていうか味方がいないね。さあ、いや、うーんー、おーおーおー、スリリングだね。あ、さあでもそこにずっと置きっぱ、あー思ったね、持っちゃう、持っちゃいましたけども。さあちなみにセンサーガードはついてないので見られちゃうとなかなかめんどくさい。さあだけどいいですね、28まで進めてきました。誰の敵のスパショかな、敵スパ。さあ敵スパは来ないみたいだけども、奥の方が先に塗られてたら怖いですね。さあでもうんうんうん、失いつつ取りつつ13、13ありがてえ。押さえてるだけでやっぱ13いってくれる味方ってのはすごく嬉しいね、うん、そのあじゃあ俺行くよって言ってくれる、そのあキル取っといてって、それやっぱねこれがチームプレイがもう必須であるスプラトゥーンのねいいところであり難しいところ。さあうーん、あれあらららららら、おおおあれなんかした、俺お前ここだって視線に3回ぐらいしか捉えてないでしょ、うん、ここをパパって、まあまあまあ処理はしてたよ、塗って、塗って処理はしてたけど、そうだから相手が進めないようにそして帰りづらいようにね、うん、でもお前ここああでもああいいよいいよ、でもでもいいいいよ、4キル取ってれば全然ね、うん、なるほどいいじゃないですか。まあでもここのある意味いい戦い方だよね、ここは、ま、やってくれてるから任してみたいな。なるほどね。さあまあでも寿司コラ濡れるしキル取れるし、うん、ここで、でもここでやっぱ持つのは違うと。いや全然持っていいよ。あ全然平気、うん、あ本当にやっぱキル取る方楽しいからな、まあ、ないないないそのニヤニヤやっぱこのゲーム、まあまあ、やっぱトントントン倒して、そう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 、行って行ってってね、俺がやっとくからね。あとやっぱガチマンに関してはキル取った方が安定する、はい、まあキル取るって行為はあのアドバンテージにならない場合ないからね絶対に、うん、塗りとか切るとかって部分ではやっぱ切る取らないと塗られちゃう。綺麗に今センサー取られたね。うわー、おーおーおー、うわーカーボン、そりゃセンサーあったら来るわな。そうだね、ナイス、あーいいね、ナイスナイス、ラピラピエリ、うん、これ全然いけるね。ラピエリ結構多いよね、ラピブラより。さあ来いよ来いよと来てくれろ。さあ危ない、いい感じに進んで失っているんだよね、来てて、さあミラキューナ、さあナイス、スーパーセンサー相手、センサー持ちが多いねすごく多い。さあこれは立ち回りづらい、どうか、まあでも潜る武器ではないみたいなのであんまり潜伏しても強いけど、もちろんでも塗りが強い分はね持っていく。さあ持ってかれちゃう、おーいいね、ここ持ってきたよな、追随を許さん。左が、左がオルスだぜ、持つんだよね、こういう時に。なるほどね、うん、持ち主、左がオルスだぜ。お、いよいよいよよ、さあうわ、なんかいる、うん、みんなでやってくれるでしょ。うわ、いいね、さあ、リッターが見てるよ、オッケー、オッケー、やったよ、やったよ、あー、いい、オル言ってくれここでいいねキルビステップしてたね。さあ飛びたい、いいね、持っちゃう、いいっすよ、あーおー、あーあれで2なのか、ジャンプしちゃったのか。さあ割ってヒュヒュッと、まあでも相手の復活は早いからね、うっ
いいね、見せられたね。やっぱ矛取るときは見たいよね、自分が。やっぱやりたいよね。ところ、うん、いいじゃないですか。気持ちいいな。寿司コラいいじゃん、いっぱい。何が、あ、いっぱいしかしてないね。いっぱいだよね。いっぱい、うん、いいんじゃない。まあ、いや、寿司コラやっぱ強いんだね。はい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 、うん、まあその手順というかさ、攻め方が分かってればさ、うん、あとは倒すだけなわけじゃん。まあね、そこがやっぱでかいんだろうね。まああと、まあここはまあ武器関係なく、うん、ルートの確認と持つときは持つ、うん、倒すときは倒すっていうこのメリハリ何にでもそうですよね、メリハリっていうのは。多分なんかでお前言ってた気がするんだ、同じようなこと。メリハリだよね。いいよいいよ、メリハリとかは分かったけどね、うん、まあ確かにそれはあるね、うん、その倒してないのに進めようとするとやっぱいけないわけだ。そうそう、進まないし、うん、倒してんのに進めないのももったいない。それどうなのっていう話なんだよね。いきなりなんで40代みたいになってるの。年齢。まあまあまあ、そういうわけで、はいはい、まあまあでも安定してた動きができたんじゃないでしょうか、うん、割とまあ楽しめたかな。他のじゃあ寿司シリーズも、そうだね、わさびだとか見れます。まあぼちぼち使っていこうかなと。まあね、次何使うか分かりませんけどもね、はい、次の動画もお楽しみということで、うん、じゃあ次の動画でお会いしましょう。さよなら。